サクコイ。ウリュツデー、ウリュツデー。さて期待しない夏祭り前編は明日までです。が、が、後編は走れないなこれ。そうなん。次はガチャシアンし。現在1501位、1500位以内をキープしたいな、ってぐらい。1万5000位からよく上がったな。250万ポイントの R プレミアムチケットで終わりそう。浴衣版金の覚醒ティアラは目指さんの。早めに R プレミアムゲットしてハブちゃん出たら取る。それぐらいな。美課金じゃどうにもならんから課金もせんな。浴衣限定にしたことで売り上げはどうなったんでしょうね。あんなに欲しかったかけらが余りまくってる。4000。もっと使い道が欲しいですね。浴衣版ティアラ普通バージョンに変換されませんかね。無理でしょう。ハブちゃん優先なんで、な。特攻があった方がいいと思って先に、スタミナ使いまくってヒカリンゲットしたんですが、合計ポイントは25万ポイント。平均1回プレイでもらえるポイントを3500としたら、約70回分節約できたことになります。スタミナチャージ7本分。桜井市705分だから、ガチャらなくてもここまで来れそうです。あと何よりイベント中はオートかスキップなので、バトルの楽しみがない。強いカード5枚あればいいもんね。もうちょいカードが欲しくなるようなバトルが欲しいね。あとランキング報酬に誰かのカードを入れて欲しいね。誰推しにお金使って欲しいか決めて欲しい。ハブちゃんが手に入るなら課金もする。このあたりにね。プレイが単調、報酬も微妙、だと。な。あとチビキャラ欲しいっす。ケヤキセもチビキャラあったもんね。ユニゾンエアーはコスチュームも変わるし、いっぱい手に入れたくなるよね。特にハブちゃんは髪の変化が大きいから、歴史を感じるよね。ケヤキセはストーリーにケヤキの歴史とかもあったし、パズルゲームとしても面白かったからな。報酬さえ遅れなければ、無課金税を美課金税にするきっかけが欲しいですね。このままだと無課金。後編の次のイベントに期待しよう。後編はスタミナチャージ貯めます。そしてストーリーのハードを楽しみたいですね。それが一番の楽しみ。ハードが一番楽しいのにイベントしてたらできないという、イベントにもハードモードお願いします。